注意しろ。相当切れそうだ。俺の絵のモデルになってくれ。全開一致ってやつだ。どうするリーダー。やはり服を着たままでは完璧なラフ画にはならない。かなりのお宝が待ってるって証拠だぜ。怪盗の血が騒ぐんだよ。この絵に支えられて俺はここまでやってきたんです。あれに蓋でもできやなんとかなりそうなんだが。来たよ。これもペルソナ5 The Animation Radio 怪トーク。ラジオを聴きの皆さん、2週間ぶりですね。パーソナリティのモルガナモナ役大谷郁恵です。はい、ラジオを聴きの皆さん、これが俺のお稲荷さんだ。パーソナリティの北川雄介ホックス役の杉田智和です。ちなみに杉田さん、はい、このパーソナリティという言葉の語源は、はい、ペルソナから来てるそうですよ。あ、人格とか顔みたいなやつですよね。なるほど。じゃあこの場合はですね、じゃあ僕らのことはですね、ペルソナリティっていう、なんかこうアニメのラジオにありがちな、なんか寒い造語みたいなので喋ればいいんですね、これは。はい、ここまで、まあ大体台本です。はい、台本です。はい、さらに前回のペールソナリティ水木奈々さんからの予告状をご紹介します。水木奈々さんからの予告状。今回杉田君は大谷さんに手なずけられ、エンディングにはモルガナのような可愛い猫になる。シャー。水木さん随分ごつくなりました ね。今ナナちゃんだったの？はい、僕のイメージです。今何だったんだろうと、 何キャラになってんだろうと思ったんです。上白糖を食べるのはやめなさい。水木さん、そんなキャラでしたっけ？なんかすごい体をストイックに鍛えるイメージみたいな。あーね、お腹すいたなーってデリュックからくるみを取り出して片手バキッて割って食べちゃうみたいな。いや違う違う、僕の水木さんのイメージですか？デフォルメしすぎだと思います。小腹がすいたなー。小腹がすいたなー。バキバキバキ。お、殻ごと食べちゃった。どんどんひどくなっていく。いや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 、でも今回初めましてですよね。はい、そうですよね。ラジオとして大谷郁恵さんと一緒になるの僕初めてです。いやいや、私も初めてですよ。ねえ、いやもうどんな回になるんだろうってちょっとドキドキワクワクなんですけど。どうなるか本当になんかどういう、あの緊張っていうよくあるじゃないですか。うんうんうん、不安とか、はいはい、そういうのとは別方向のなんかこうなんだろうな、あの楽しみだっていうのと、うん、あのこういうことをやりたいなっていうのとはやっぱちょっと不安なのと。ああ、うん。なんか至らない点があったらどうしようみたいな。いやいやいや、私ね今回は。おんぶに抱っこのつもりで来ました。なんだってなんだって。いや実はこれはバトン方式で、はい、ね、あの私が今回主導しなければいけないらしいんですけど、はい、いやきっとなんかパーソナリティなんかたくさんやってらっしゃるみたいなので、いやきっとおんぶに抱っこがいいだろうと思って。おっとっと、モルガナに置き換えたらこれたまんねえな。いやそういうことじゃない、やめなさい。はい、ね、今回ねどんなラジオになるのかということで、はい、ね、最後までお聞き逃しなく、はい、皆さんには聞いていただきたいと思います、はい、では今回もリスナーの心を奪うようなトークを繰り広げていきましょう。はい、ペルソナ5 The Animation Radio 怪トーク。ペルソナ5 The Animation Radio 怪トーク。この番組はペルソナ5 The Animation Project の提供でお送りいたします。ローディング、ローディング、ローディング。 OKTake your time. では番組前半は普通のお便り、はい、テレビアニメペルソナ 5G アニメーションの感想や出演声優さん宛てのメッセージをご紹介いたします、はい、今回はペルソナ 5G アニメーション第4話第5話の感想をご紹介します、はい、まずアニメ4話の感想から杉田さん、はい、わかりました。コードネームギリメからの物理反射さんからいただきました、はい、あれで倒されちゃうやつだ自分が。ストレンジジャーニーなんつったら、あの最初アンノウンって言って敵が分かんないからそのまま鬼に殴りかかって返り討ちになったことありますね。僕はこのゲームできないと思った瞬間でしたけど、ちゃんと自分が強くなればその後は見てろよってなるんだけど、結局豪深いのは人間だったっていうのは最後に分かるんですが、辛いですね。すごいコードネームでこんだけ語れる。いやいやいや、やっぱりね、もうおんぶに抱っこできます。いやいや、もうアトラス作品にありがちな感じなんですよ。あ、そうなんだ。自分の生き方とか、うん、未来は自分で選べるんですよ。へ、あのやっぱり自分が勇者で他者のゲームだったら、うんうん、悪を倒す、うん、魔王を倒すんだっていうのがもう絶対ルールであるじゃないですか、うん、アトラス作品って意外といや言うて神も気に入らないなとかなっちゃうと両方倒せたりとかするんですね。へー、
悪魔の言ってることもちょっとわかるぞとか。マジか。往々にしてちょっとなんかあのいいやつだったりとかするんですよ悪魔って。なるほどね、うん、あの欲にまみれてるけど、うん、その分言いたいことをやって、うん、友情に扱ったりとかするんですよ。おお、うん、なんかヤンキーの友達はなんか仲間には優しいみたいなあ、ちょっとわかりやすい。そうそうそう、うんうん、ね、ルールにばかり縛られてる人たちってなんかこうお互いの腹の探り合いしかしてないみたいなね。うーん、それが天使でっていう。へえ。だから俺からするとどっちも間違ってんなって言ったら両方に銃をぶっ放すっていう。おそしたら人間様が最後残って、うんうん、それ以上何を望むんだ人間よって言われた時に、うん、なんだろうなっていううわ欲望の塊だって、俺が一番悪かったんやってなってね。なるほど、うん、でもペルソナもやっぱ生き方を選べるじゃないですか、うん、こいつをどうしようとか、うんうんうん、それによってその例えばあのコミをマックスにしていろんなこと付き合えたりとか、あのクズジョーカーになれるんですけども、本当にできますよ、できますよ。で修羅場もありますよ。なるほどね、うん、クズジョーカーになれるそうなりますね、選択肢によっては。なるほどねそう、今日はいろんな観点からいろいろなものの見方ができそうな、はい、いやだからこそ面白いんですよやっぱりアントラスの作品って。なるほどね、あ、そうかそうか、うん、そういう自由を選ぶ責任とか重さみたいなものを楽しめるんですよ。だからうーん、自由って実はすごく自由じゃなかったりするんですけど。なるほど、うん、それは思いますね、うんうん、はい、ペルソナリティの皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ペルソナ5、4話見ました。はい、いろいろ感想はあるのですが、なんといってもオープニングが超かっこよかったです。ワンカットでも、見逃したくなくてまるべく瞬きしないで見ました、うん、やはりペルソナ5には、赤と黒が印象的な色ですねって、うん、毎週なるべく瞬きしないで見ますだそうですけどいや瞬きした方が健康のためにはいいと思うけどね。そうそう、目乾いちゃいますからね、まあ、そういうことじゃないでしょうけれどね、うん、いやいやかっこよかった。はい、見た。はい、さっき見ました。さっきね見せてもらったもんね。いやかっこよかったわ。こういう作品に出てみたいと思ったあ、僕が出てるのが不思議だこのアニメっていうくらいかっこいいと思いました。あ、でも言うてもユースケかっこいいじゃないですか。ありがとうございます。ねえ、モルガナはモルガナですよ。いやいやいや、かわいいとかっこいいが同居してるじゃないですか。お、うん、言ってくれた。マジか本当に、あ、本当にモルガナに褒められてるみたいな気がする。やったやっぱ大谷さんはそのキャラの可能性を限界以上に引き出す傾向があるんで。本当に、あの知り合いのクリエイターが、はい、あの大谷さんが以前すごい邪悪な、はい、あの悪霊の役をやった時に、うんうん、女の子の、はいはいはい、うん、あれめちゃくちゃな役なんですけど、す大谷育恵さんの声と芝居で、はい、ちょっとなんかこう憎めないところだったりとか、お、うん、あのキャラになんかこう幅が広がったって言ってて、そう絶賛してたんですよ。あ、本当に、うん、ただ残虐な子じゃなくて、うん、なんかまだ寂しそうなのかなとかこの子はとか、うーん、そういうのが伝わってくるって言ってて、あら、いやそれはさすが大谷育恵さんだからですよ喋らせる予定だったのに、うん、大谷さんがその鳴き声だけで全部表現できちゃうから喋らせる必要がなくなった、あれだよって言ってたいやいやいや、ありがとうございます。このでもね、モルガナでも言われたのが、はい、あの脚本だけ見ると結構高飛車な、うん、はい、あのこれを書いた方がね、うん、もうやってる人がイラつくんじゃないかと思ってすっごいドキドキしてたんですって。そしたら、あ、大谷さんが言うんだったらそんなにイラつかないかも、そう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 、あ、これでいけるかも、よかったですって言われたんです。結構傲慢な態度を取ったり、世の中をこうシニカルに見下すところがあるんで、うん、現実はでもそうはいかねえだろうみたいなことを言って、うん、ちょっと口調も荒いし、うんうん、それはあのモルガナの喋りを大谷さんがやることによって、なんかちょっとそのなんていうのかな、薄まるわけじゃないんだけども意味が濃くなった上で柔らかく伝わるんですね。いいこと言うね。いやいや、ありがとう。すいません、もう基本キモオタなんだよ自分が出てなくてもアニメ見ちゃうから、そうやっていい声だなってなってる、そうなんだ。それはすごく感じます僕は。へー、いや、ありがとうございます。もう鴨志田編も終わりましたしね。鴨志田ね、鴨志田先生ね、あのあんちゃんにあんなこと言ってたのに、うん、多分本命は三島くんだと思うんで。マジで、ええ、そんなところはそんな裏を読む、はい、俺ゲーム撮ってる時から思いましたよ。なんかあんまり女の人に言い寄ってるのに、うん、なんかそんなになんかやらしくないんですよ。なんか、あ、うん、本当になんかパワハラに近いような感じだったんで、どっちかっていうと下心があるのは三島くんに対してだなと思って、うん、やってる方が、お、ちょ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 、まだグレー、ま、膨らましてるっていうことですかね。うん、多分。ああ、なるほどね。グレーなパワーによって。なるほど。うん、へえ。もしそうだとしたら相当だぞっていう。本当にやばいやつじゃないかって言って。そうか。うん、じゃあ続いてですね、はい、あのアニメ第5話の感想をご紹介したいと思います。はい。はい、コードネームネフェルさん。はい。
からいただきました。大谷さん、杉田さん、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。たった今第5話を見終えたところなのですが、はい、怪盗団の名前も決まり、うん、いよいよって感じがしました、はい、次回はユウスケがメインのお話ですね、はい、すごく楽しみです。そこでお二人に質問なのですが、第6話の収録で印象に残っていることや、ここを見てほしいというところはありますでしょうか。うん、なるほど。これ今聞いている方は第6話もう見ちゃった後になるんですね。あの放送された後のこのラジオ配信になるんで、みんな見てるはずです。そうですね、見ちゃった後でここを見てっていうのもどうかと思いますけど、いやなんかあのここはもう一回見てよみたいなとこなんかあります、うん、みんなが逆に印象に残ったところをガンガン送ってもらえるとありがたいかなって。ああ、うん、あのゲームの時本当に無駄がないので、うん、全部入れたいんですよ本当は、うんうんうん、でもアニメにする上でまとめないといけないんで、はい、どこを取捨選択するかってなんですね、うん、でアニメならではで増えてるシーンとかセリフがあるんですよ、うん、そういうところってこう違いを楽しんでほしいなって。そうですね、うん、じゃあ違いが分かったらここ違うんじゃねみたいなお便りもいただけると、 あと同じだと嬉しいってやっぱありますよね。そうですね、うん、じゃあこれがゲーム原作のならではなとこなんですけど。そうかそうか、うん、僕はゲームの時ジョーカーの名前を例えば豚野郎って名前にするとみんな口が悪くなったりして楽しかったんですよ急にあんちゃんがどうする豚野郎って言ってくるんですか嘘、そんな趣味持ってるんですか、うん、そういう遊び方をしてる人がいて面白いなと思って、僕はもっとひどい名前つけたんですけど、あんま言えないですね。なるほどねえでもさ、なんとかさんってさん、舞台野郎さんとか言われないんですか。そうですね、呼び捨てですね。ジョーカーだから、コードネームだから。そうか、うん、はあ、うん、じゃあ今度私もやってみよう。おっとっとっと、急に口調が悪くなるんですけどねあのなんかこう掛け声みたいにするとゲームによって面白くなりますよ。可愛いヒロインが向こうから、うん、オラーオラーって走ってくるんですよ主人公の名前オラーにするんですなるほどね、うん、さあ行きましょう、オラーって言うんですよすごい、ゲームの新しいなんか楽しみ方をここでまた教わった感じで、2週目3週目以降にどうぞ1週目はぜひね、あのデフォの名前で楽しんでください、はい、すいません。はい、はい、こんな感じでですね、このラジオでは毎回アニメの感想をご紹介していくので、感想メールをぜひ送ってくださいね。はい、さて今回のペルソナリティ、杉田くんと私宛てのメールもたくさん届いてるのでご紹介いたしましょう。はい、コードネームミニマルさんからいただきました。はい、大谷さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは。ペルソナ 5G アニメーション毎週欠かさず見ています。はい、私は去年の夏に行われた純喫茶ルブラン屋根裏作戦会議にライブビューイングで参加したのですが、 あれか神イベントすぎて今でも思い出せます特にあっち向いてホイがやばかったです。あのドラマのやつね。はい、一発で杉田さんを任した大谷さんが印象に残っています。アフレコが進んでいると思いますが、アニメの現場はどのような雰囲気ですか。やはり星さんは面白いのでしょうか。はい、パッピー先輩はいつもパッピー先輩です誰も真似できません。あー、面白いっちゃ面白いのか、独特な雰囲気は。そうですね、不思議なカリスマ性があって、うん、でやっぱ星さんみたいになりたいっていう若手が後を絶たないんですよ。嘘、いや憧れる人多いですよ俺も嘘だと思って、あ、すいません星さんいや、ディスってるわけじゃなくて、ええ、嘘いますよ。やっぱり与永くんとかもそうでしたけど、やっぱり星さんの芝居に憧れて声優を志すみたいな。あ、芝居でしょ。はい、彼のパビーとかっていう、そこはでもパーソナリティ結構出すじゃないですか。あ、でも含めてやっぱ尊敬してるっていう若手が後を絶たないですね。尊敬してる。はい、はあ、うん、僕はやっぱりあのパッピー先輩のいつものイメージがあるんで、うん、あの5カット前まで寝てて5カット前にパッて目が覚めたりとか、頭の上からこう雲がスーって降りてきて雲の巣を張ってたりとか。嘘、昔あの静音スタジオであったんですよ本当に。へえ、雲の巣を張っていた。寝ている星さんの上に雲がふーって降りてきて雲の巣を張り始めたやつが雲の糸だ。はいそうなんだ。星さんはあの地獄で何があったんですかまず地獄に行ったんだね。行った上で。なるほどね、うん、そうか。でもあのイベントもすごかったですよね。私たちの前にさ、はい、私たちがこう一発で勝負が終わっちゃったのの前に、はい、あの宮野くんとアートマツのあの長いやっちみたいな、7回とか8回とかやってましたからね。ね、はい、それで変な踊りも交えながら、2人とも動きがキレッキレなんで絵になっちゃうんですよね、うん、いや、まあ、あれを見ながらね、あ、そうか、結構面白いことしなきゃダメかなと思ってたんだけど、うん、一回で勝負ついちゃったんですね。あのグラップラーバキでいうところのなんかこう大谷さんの放つなんかこう陶器覇気みたいなものですごいなんかゴゴゴゴゴってでかく見えて、それに圧倒されて僕は一発で負けました。
面白いこと言うね。次は私たちの対戦だよ。ゴゴゴゴゴゴ。大谷さん。うわーって言ってる。なるほど。僕はあの星さんと逆決勝になるまで、うん、あの罰ゲームの決まる決勝になるまで一回も誰にも勝てなかったんですよ。ああ、そっか。うん、星くんが全。そしたら輪をかけて俺にもストレート負けしたんで全敗でした。ストレート負け。はい。なんか最後なんか誰がどう負けてもいいようにいろんなエンディングを分岐する、うん、なんかこう何かを盗んだ犯人は誰だみたいなのが明智が捜査に来るっていう、うん、で全員が犯人になるエンドがちゃんと台本が配られて用意されてたんですけども、うんうん、星さんが負けたんで、はい、自分で犯人は僕だみたいな。あれ面白かったね。マジかよってなってドワーって湧いたんですよ、うん、いややっぱ あれだよな、 これくらい奇跡起きないとなって起きたわってなって、あれはでも本当に台本にもなかった、何にもないですよね。え、ガチ勝負で未来決めてたんでね、素晴らしい、はい、持ってますね星さんね。いやほんと持ってますわ。ほんとマッピー先輩ってすげえなって。はい、あとじゃあもう一つご紹介してもいいでしょうか。はい、コードネームアルセーヌさんからいただきました。ギリだな。はい、杉田さん大谷さんこんにちは。こんにちは。杉田さんに質問なのですが、はい、ユウスケはイケメンなのに天然なところがありますが、杉田さんはユウスケの天然キャラを演じる上でこだわっている部分などはありますか、もしあれば教えてください。はい、あ、なんか作んないことかな。やっぱ天然って読めないから、最初からこういう人だから、うん、芝居する時点でもう天然じゃないんですよ。あ、なるほど、うん、もう不自然になっちゃうんで、うん、じゃあ自然演じるってじゃあなんだよってなるんだけど、うん、変に足し算しないことですかね。なんか足してく、うんうんうん、悪人とかの方がどっちかっていうと一言多いとか、うん、相手に悪印象を与えるときに、うんうん、一言多いとか言い過ぎてしまうとか、うん、なんかこう余計な足し算をやっていくと悪い人って結構作りやすいんですけども、うん、逆にいい人って何もなくても、うん、なんかこう相手に好印象を与えるっていう、だから引き算かなと思って、だなんか引いてくんですよ。なるほどね。え、じゃあ杉田さんはあのままじゃないんだ。私ね、杉田さんと割と、はい、レギュラーって初めてですよね、今回が。今違うので一緒になったりもしてますけど、初めてですよね。すごいこんな距離感が近いのでなるのってもしかしたら初めてかもしれないですね。ですよね、うん、なので私あんまり知らなくて、うん、だからああいう人かと思ってました。だから演じる上でって今この、 あのお便りもらってて、そうか演じてるんだよなってちょっとだけ思ったんですけど、うん、あ、じゃあ杉田さんはあのユウスケにプラス何かを持っている。まああのペルソナに関してなんですけども、はい、北川悠介を最初絵をいただいた時に芝居する前に、はい、なんか随分寂しそうな目をしてるやつが来たなと思って、うん、だから彼にとってかわいそうだねって、まあ、貧しいし、うんうん、言うのもなんか違うし、うん、じゃあ俺がいるよって引っ張っていくのもなんか違うんですよ、うん、彼が僕に興味を持たないと寄ってきてくれないから、こうあの独特のセンスで、うんうんうん、君に興味があるってあっちから来させないといけないから、うん、自分から寄るのも変だし、で同情も違うってなった時に、うん、第三の選択肢が自然と出てきて、うん、じゃあこうやってみようってなったらそれが一番しっくりきました。ペルソナってやっぱキャラが作品もそうですけど魅力があるんで、うん、必ず新しい選択肢と答えが生まれるんですよ。なるほど、うん、そうかも、はい、だから結果ユウスケに、だから最初はもう絵を壁に貼って、うん、それに向かってお前どんなやつなんだとか話しかけたりとか、もう普通もうなんか違う人が見たら本当おかしいんじゃないかっていうようなアプローチをやってみたらなんかしっくりきましたよ。へえ、それは普通のなんか作品でキャラを作るときにそういうこともやるんですか。いや、あのちょっとまあ変わってますけどね、アプローチとして、あの相手役、うん、まあ、例えば女性向け恋愛ゲームみたいに出るときに、うん、ヒロインの絵貼ったりとかしてそれ見ながら演じたりとか。なんかビジョンが映像が見えてこないんですよね。あのドラマ CD とかでも全部オウム返しのセリフが来て、うん、お今一緒にいたいって言ったのかいっていうのがスーパーストレスなんで、なんで喋らせないんだよって、ドラマなんねえだろっていう、うん、じゃあドラマをする気がないんだこれはとか思ったりすると、あ、よくないなと思って、うんうん、じゃあよく成立させるにはじゃあどうしたらいいかって、うん、でもユウスケの場合は自然とそれが向くんですよね、自分の姿勢が、うんうん、だからもう彼今ではもう放っておけないというか、あ、ずっと一緒にずっとユウスケでいたいなってすごく思います。これは自然にユウスケになってる気がする。ありがとうございます。ユウスケがねすごいなんか魅力的に私も感じて、なんかアドリブを入れるじゃないです
で、あのそんなこと書いてないんだけど、たまに食べ物が出てきたりすると、食べ物だって、あの寿司が出てきたの、ね、そうそう、あれがね、なんかすっごい可愛らしいなって思って、あ、食べたことないんだなっていうなんか過去がすごく全部垣間見れて、そのの一言でなんかいろんなことが語られて、すごいなって私は思った印象がありました。僕も多分食べたことないんですよ、うん、寿司をね、そう、どういうものかって知ってるけど現物が見たことないと思うんで、回らない寿司、いやそれどころか回る寿司もだっていう、もしかするとっていう、じゃあすごいものなんだっていうのが多分息が出るだろうなと思ってあれを入れたんですけども、まだラメさん、ま、寿司ぐらい食べさせてあげてはい、ということでですね、僕が演じる北川雄介がアニメ7話でどんな活躍をするかは明日の夜をお楽しみにね。以上、番組前半は普通のお便りでした。アニメの感想、ペルソナリティへのメッセージ、投稿お願いします。ペルソナ 5G アニメーションラディオ回トーク、意を示せゾロ。ローディングローディングローディング、 OK take your time。 ではここでペルソナ 5G アニメーションプロジェクトからのお知らせ。まず放送情報、ペルソナ 5G アニメーションが放送中、東京 MX、群馬テレビ、栃木テレビ、BS11 では毎週土曜24時30分から、 MBS では毎週土曜日26時8分から、その他19もの動画配信サービスでも配信予定ですので、詳しくは公式ホームページをご参照ください。続いてパッケージ情報です。テレビアニメ「ペルソナ 5G アニメーション」のブルーレイ &DVD が6月27日より毎月発売予定。第1巻にはオープニング・エンディングテーマ収録の CD や、ペルソナシリーズ公式サポートアプリペルソナ OA 上でペルソナポイントが獲得できるコード、11月25日開催予定のメインキャスト登壇スペシャルイベントのチケット最速優先販売申し込み券等、豪華な特典を封入予定です。告知の途中ですが、ここで一通メールを紹介させてください。はい、コードネームリンゴ飴さんです。郁恵さん、杉田さん、こんにちは。こんにちは。親戚の子かな。ペルソナ5スペシャルイベント開催決定おめでとうございます。ありがとうございます。ブルーレイ &DVD に、最速優先販売申し込み券って、なんだろうこれ、熱風シプーサイバスターみたいなのよくわかんない。最速先行申し込み券、なるほど。でパッケージを買うと最速で申し込めるってやつだね。うん、あ、なるほど。早速予約しました。最速に対して早速したんだね。なるほど、早い、早すぎる。それ以外の、豪華な特典がたくさんついているので、ブルーレイ &DVD の発売が楽しみです。パッケージのメーカーの人かなこれは。まるで宣伝広報が大喜びしそうな文体ではないかな。あ、本当だ、素晴らしいね。なんてやつ。今年はペルソナ5が熱いですねっていう、ね、はい、そうですね。ちょっとどんなことかと言いますと、はい、日時、はい、2018年11月25日、うん、予定って書いてありますよ、これ予定ですかね、はい、出演者は、うん、福山潤、雨宮蓮役、はいはい、ジョーカーですね、はい、大谷育恵モルガナ役、猫ですね、猫じゃねえよ。ありがとうございます。杉田智和、北川雄介役、あ、お稲荷ですね、ですね、はい、結城葵、さくら双葉役、あ、お月ですね、あ、いや、よくないそうじゃない戸松遥か、奥村春役、あ、動きがキレッキレの人ですね。遠藤モア、はい、というものですね、はい、まだ、はい、まだ追加があるかもよ、かもですね。今絶賛交渉中というふうに。なるほどな、はい。はい、というわけでですね、続いて、はい、続いてですかね、はい、ゲームペルソナ5関連情報、はい、アトラスから発売のサウンドアクションゲーム、はい、ペルソナ5ダンシングスターナイト、はい、ペルソナ3ダンシングムーンナイトはいよいよ5月24日発売。ああ、出るんですね。はい、もうすぐですね、はい、店舗別特典やプレイステーションストアでのダウンロード版の予約特典もございますので、うん、公式サイトの購入ガイドをチェックしてぜひ予約してください。はい、踊るモナが可愛くてですね。あのモーションキャプチャーやるのは多分普通の男性の方か女性の方か、うん、人間がやるはずなんですけど、そうですね、モナの頭身に落とさないといけないんで、うん、可動域とかどうするのかなと思って、あのディエモンのあの足みたいに階段降りるとき変に伸びるみたいな、あそう、あれ今伸びてないって。あのディエモンさん、あの正座するとちょっと足伸びるんですよ。本当に。
そうです、そうです、絵のカットによって。そうかそうかそうかも、うん、あ、伸ばさないとなんか折り曲げられないもんね。折り曲げられないのになんか伸びて、あ、これ今伸びてないあれって言ってかと思ったら、妹の黄色い猫型ロボットの方が、はい、なんかずっと両足で飛ぶように階段降りるんですよ。足が伸びるんじゃなくて、ぴょんこみょこずっと低空ドロップキックを繰り返して階段降りてくるんですけど。なるほど。あ、本当だ。いや、今絵を見せてもらって本当だ、伸びてるんですよね。伸びてるね、ピタ君の友達だけ。あれやってもうた。はい、そんな中、あのモナのダンスですけども、はい、踊れるんだっていうのがまず最初の印象で、そうですね、すごい可愛いんですよ。よくできてるみたいですよ、ええ、だからこそなんかこうブレイクダンスができるのかなって。モナがあの頭を起点にこうぐるぐるぐるって回転して地面をドリルのように掘っていくみたいな。掘っていく、いやドリルじゃないから掘れはしないと思いますけどね。うわ、なんという高速回転だってゴーって。ああ、煙上げながらね。ああ、それもじゃなくて普通に可愛く踊ってるはずなんでね。それが新しい必殺技に、バカそうじゃねえって。ごめんね、ツッコミしてあげなければいけなかったんだね私ね。すいません、バカそうじゃねえって、うん、すいません。はい、じゃあ続いてなんか、まだインフォメーション途中でしたよ、はい、最後に書籍情報です。はい、大好評連載中のコミカライズ版ペルソナ5の1巻から3巻も好評発売中ですよ。はい、その他詳細はペルソナ 5G アニメーション公式ホームページ、公式ツイッターアカウント、ペルソナシリーズ公式サポートアプリペルソナ OA をチェック。以上、ペルソナ 5G アニメーションプロジェクトからのお知らせでした。引き続き回答句をお楽しみください。ペルソナ 5G アニメーションレディオ回答句、刀のサビにしてやる。ローディングローディングローディング、 OK take your time。回答お願いチャンネルラジオ版後半は投稿コーナーです。はい、まずコーナー説明。はい、このコーナーでは回答お願いチャンネルの掲示板のようにリスナーの皆さんから質問リクエストなど様々なミッションを受け付けます。はい、そのミッションを、僕らペールソナリティがですね、読んでない読んでないそれ。ペールソナリティ嫌そうに言わない、略してペソがですね、略すんだ。質問なら回答し、はい、お悩み相談なら解決解決決す、うん、解決ね、解決いいよもうそこは。さらに場合によっては改心させていただきますが、なんか暴れん坊将軍みたいな、セボイって言ったらそうじゃねえ。ミッションの内容によっては先送りにすることがございます。はい、あ、これは我々では扱いきれない、次のパーソナリティに持ち越しやっていう。そう、まあ、扱いきれないよりあえて次のパーソナリティの方が面白くしてくれるんじゃないかなみたいな。そういうことか。そうなんです、はい、ではね、現在の掲示板のミッションを確認しましょう。はい、はい、第3回で解決済みのミッション、はい、コードネームしほさんからいただきました。はい、よっこいしょに変わるスマートかつ斬新な掛け声があれば教えてください。はい、ということで、私がこの間回答したんですね、よっこいしょではなく行きますって言うとなんかほらいろいろ行きますでもいいし、はい、そうですね、うん、なんかこう体にもこういろんな号令がいくんでいいんじゃないかなっていうので、かっこいいでしょって。はい、馴染みのある言葉ですね。馴染みのある言葉でしょ。でね、この間の、第3回ペールソナリティのナナちゃんからいただきました、はい、杉田さんに先送りのミッションでございます。無茶が来ましたね、うん、コードネームペルソナ使えるようになりたいさんからです。はい、私が通っていた中学校は全校生徒が21人でした。そんな小さな中学校から全校生徒500人以上の高校に通うのはすごく不安です、うんうん、なので誰でもすぐ友達になれるような声のかけ方を教えてください。あ、なるほど、はい、貴様どこの流派だ。あ、違う違う違う、この子女の子だけどどんな高校なのかなって。いや、高校ではあの頂点を決めるために西谷校戦いがすいませんペルソナ見すぎとかじゃないですか。いや、あの別の何かです何か、あ、そうなんだ。じゃあ、あのジョーカーのカバンとか売ってるから、じゃあ全身なるだけペルソナに寄せていったらそのツッコミが来るんじゃないかなと思って。おお、うん。どうしたのみたいな、それペルソナって言われて、今多分あの僕の頃って、うん、アニメ漫画ゲームの話題をすると吊るし上げられたりしたもんですけどもえ、逆に吊るし上げられちゃったらどうするの。あ、今そういう世代ではないのか。今
違うらしいですよ。なるほど、ね、クラスの話題の中心にアニメと漫画とゲームが上がることがあるみたいで。なるほど、いい時代になったもんだ。いい時代になったもんだ。いやいや、解決はそれではなくて、はい、じゃあ解決はどうしたらいいの？声のかけ方。いやでもそれは新しい環境、新しい人と会うって、うん、みんな不安なんですよ、うんうんうん、それは相手もだから友達になりたいって思ってる感じが自然と伝わってくるはずなんで、うんうん、あとはなんか共通の趣味みたいな雰囲気を出しておけば、うん、僕は高校生の時ってやっぱりそのオタクを隠して生きてたんだけども、うん、持ってたクリアファイルがエヴァンゲリオンで、うん、なんかこうね、クラスのヤンキーみたいなのが本当はアスカが好きで、うん、杉田それ欲しいんだけど、どこに売ってんの？川越のアニメートさんって言って、マジでって言って、代わりに買ってきてやるよって言って、うんうん、でも友達になって、それ仲良くなったりとかしましたね。なるほどね、うん、じゃあ自分の好きなものを割と引っ提げていって、まあ割と自分として情報を主張するしやすい時代にはなってるんですよ、うん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 、だから、うん、そういうのでね、まあ、みんなもだからその不安だし声かけられましだったりとかするんで、うんうん、まあ、自然と出てくるんじゃないのかな。あとはそういう部活とかサークルとか行けば好きな人が集まってくるはずなんで。そういう部活の、そういうって、例えば漫画研究部みたいなの行ったら漫画嫌いな人は来ないと思うんで。なるほどね、俺は漫画をバスケなんてぶっ潰してやるってやつも結局最後はバスケがしたいですってなるでしょっていう、ね、あー今すごい笑いも起きてるんだけど、何かになってるんだよね。何かのキャラなんだよ ね。すごいいいな、ごめん、私置いてけぼりなんだ。大丈夫？すいませんすいません、こちらこそすいません。何かあったらもうモンスターボールをぶつけてやればいいんだ、見とけ。すいません、雑な使い方しちゃった。あーしまった、このカードこんなとこで使うとこじゃなかったよ。面白いね杉田さんって。すいません、親に気を使われてるみたいになってきた。いやいや、泣かないで泣かないで泣かないで。え、じゃあこれは解決ってことでいいのかな。大丈夫だと思います。うん、じゃあ解決しました、はい、なんかつけていけということで、まあ自分から情報を発していくのは苦ではないので、うん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 、本当に好きなものっていうのは本気って相手に伝わるから、うん、自分の一番好きなものを表現していきましょう。わかりました、はい、じゃあそうしてください。あるいはまあ業深いものっていうのは、うん、もしお仲間が見つかった時って、うん、どうしようもないぐらい仲良くなったりとかするんですね。そうだね、きっとこんなもの、こんなマニアックなもの好きなの自分ぐらいだろうなって言ったら、今インターネットがやっぱあるんで、うんうん、意外にお仲間とか似たような悩みを抱えている人いるんですよ。あ、これが見つかる。なるほど、うん、じゃあぜひ500人もいればいい、ね、いや、いる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 さ、たくさんいるよ、うん、きっと、うん、ぜひそういうお友達を見つけてください、はい、でね、次のなんですけれど、はい、コードネームかなめさんからいただきました、はい、早速なんですが恋愛相談があります、はい、私は先輩に好きな人がいるのですが、もう卒業されてしまい LINE でしか話せません。今時だね、うん、生身で会うと恥ずかしくなってしまい話せません。なるほど、どうしたらこの関係から進歩できますか教えてください。これね、はい、面白いから、はい、次回に持ち越したいなと思って。ああ、次の人に任せましょう。ね、うん、なんかきっと任せますよ、だから、うん、かなめさん、そして次のものをちょっと紹介したいと思いますよ。わかりました。コードネームモルガナに触りたいさん、はい、英語の勉強をしていますがすぐ眠くなります。リスニング中にいつの間にか眠っていることもしばしば、うん、眠くなった時に一瞬で目が覚める方法を教えてください。あ、右ももか左ももをちょっとシャーペンで刺すぐらいですかね。そう、これ女性、あ、39歳の女性の方ですけど、傷物になってしまいますよ。いててててそういうわけにもいかねえからな。うーん、どうすりゃいいんだ。一瞬で目が覚める方法、なんだろう。そんなものがあるんだったらこっちが聞きたいぜ。本当だよね、なんだろう、うん、一瞬で目が覚める。よく花粉症の季節とかに、うん、鼻がスースーするそのアロマが出るリップ スティックぐらいの、そのこれぐらいのプラスチックの管があるんですけども、はあはあ、あれをこうやって嗅ぐんですよ、うん、そうやって鼻をこう通りを良くしようみたいなのがあるんですけど、うん、あれをですね、うん、2本直接うっそでもけなっと、うん、しばって目が覚めるから商品の裏に書いてあります、直接鼻に入れないでくださいダメじゃん、ホニャララ製薬様申し訳ございません。直接でもさ、なんかさミントみたいなやつをさシュッシュッってやると、はい、ありますね、逆に目がしばしばして目閉じちゃうんだよね。ずあーってやってる間にすごくふーって目が覚めるはずのものなのに、はい、目が開けられなくて、はい、
しばらく熱々そう開けられない間に眠るっていうコードあーでもイムラってあのアロマオイルがあるんですけども、はい、それもやっぱりあの直接こう嗅ぐんじゃなくて、うん、あのまあなんだろうな僕あのまたこれもオフィシャルが推奨しない粘膜に近いところに塗らないでくださいっていうのあるんですけども、うん、目の下にちょっと塗るんですよダメじゃんスッてやるとそれがふわーってなってきて、うん、目が冴えるねってなってなるほどうんオフィシャルが推奨していないね粘膜近くには塗らないでください何度か制約様申し訳ございません今ね土下座みたいな感じで謝っておりますよじゃあそのじゃあオフィシャルに書いてないことをやってみたら一瞬で目が覚めるっていうことかしらうんちょっとまあ公式にはちょっと黙ってよねね黙ってよだからあの割とあの公にできないこんなラジオで流していいことじゃないと思うことをやってみたらいいと思います、うん、そうねみたいなことが結論でえあそうだねドキドキするよね、うん、あの法に触るんじゃないかみたいなところでドキドキするよね申し訳ないはい解決できましたはいありがとうございます以上回答お願いチャンネルラジオ版でしたペルソナリティにクリアしてほしいミッション投稿お待ちしていますペルソナ5 The Animation Radio 回答区消しのせ声もローディングローディングローディング OK Take your time さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、早かったですね、はいはい、番組では皆さんからの投稿をお待ちしています、はい、アニメの感想出演者へのメッセージは普通のお便りにペールソナリティにクリアしてほしいミッションは回答お願いチャンネルラジオ版に投稿してください、はい、詳しくはアニメイトタイムズの投稿フォームを参照してください感想ツイートの場合はハッシュタグシャープ大文字で P5AR カタカナで回答区シャープ P5AR 回答区をつけてつぶやいてくださいたくさんの投稿ツイートお待ちしていますあれハッシュタグがうまくいかないよお前それ台東区って自動変換でそれやってるぞどうなってんだ俺の携帯はいや昔あの予測変換で人間性がわかるみたいになって、うん、あの死って入れた時に、うん、あの差し捨てその、うんうん、あの鳥海浩介さんのあの詩があの一発目に地獄って出て鳥さんは以前何に対して地獄って詩を使ったんだってなるほどねあ入れた時に何が出てくるかみたいなねそうそうそうおー水田これプーって言ったのこの地獄って出たんだけど鳥さん何があったんすかって言ってねあれ面白かったねやっぱド天然って面白いなと思ってなるほどはい、ペルソナ5 The Animation Radio 回答区ではですねアニメイトタイムズまたは、テレビアニメペルソナ5 The Animation 公式サイトにて各週金曜午後5時配信です、はい、次回の配信は6月1日金曜日になります、はい、忘れないようにカレンダーに回答区とメモしておいてくださいはいそしてこのラジオのペールソナリティはバトンタッチ方式でございます、はい、次回のペールソナリティは私大谷育英が福山潤さんとバトンタッチしてシータ友和さんそして福山潤さんでお届けしますお楽しみに、はい、そしてお二人宛てのメール投稿よろしくお願いしますはい最後に明日放送されるペルソナ5 The Animation 第7話の見どころを最大5つあげたいと思いますはい覚えてますかあじゃああれだあの五右衛門が何がしするの、うん、あれだ、うん、はいはいゆうすけさんが何がしする感じそうね覚醒して、うん、まあいよいよ、まあ、ホックスとして参入するのかなって、うん、あとね、うん、ヌードモデルになる案があああのもしかして、うん、ゆうすけが普通の青年みたいな、うんってなるところとアーティストの自分との一人で戦っているあのシーンじゃないですか、ね、結構ああ見えてガン見してますからねあいつねえ なんかのポスターの時にずっとこう 女の子をガン見するユースケがね絵の構成上わかるんですけどもさりげに見てんだろこいつっていうね興味あるんだろってジョーカーもなんかこう動じない感じなのに裏めちゃくちゃだったりするんでプレイヤーによってはだからクズジョーカーにできるからなるほど、うん、君はどんなジョーカーですね、はいということでそろそろお時間ですいかがでしたか杉田さんはいもうなんかもう、もう本当にさっきからもう野生を失った飼い猫みたいになってますおじゃあこれはあれですか、うん、ななちゃんの野生なんか入れないよあごめんなさいこれはもしかして青い猫ですかいやそれ最近見ましたけどそこじゃなくて
猫って言ってもいっぱいいろんなやついますからね。そうだね。アプリゲーで僕も猫役をやった時に、うん、正解が分からなくて、可愛い猫なんだろうな、ボルガナじゃねってなってちょっとパクろうかなと思ったんですけど俺の表現力では無理でした。ちょっとパクってみて、パクってみて、猫じゃないじゃなくて猫で全部言う、猫語で言うっていうところが難しいんですよ、うん、なんか辛いみたいなのがっていう声だとリアル寄りなんだけど、うん、ちゃんとニャーって言ってほしいってなった時ニャーってなんか違うなってなって、大谷さんってすげえなって思っていやまた褒められちゃった。いやもう大変なんだよ動物って、だから人間やりたいなんとまあ、はい、ではね、もうね、もう伸ばしてももうダメかな、うん、はい、もうそろそろ終われというね、最近来ておりますので、はい、ありがとうございます。今回はここまででございます。はい、はい、お相手はモルガナ、モノ役大谷郁恵と北川雄介、フォックス役杉田智和でした。アニメ第7話お楽しみに。今後ともよろしく。ペルソナ5 The Animation Radio 怪トーク、この番組はペルソナ5 The Animation Project の提供でお送りいたしました。大谷からの予告状。次回、福山潤さんと杉田智和。はい、なんか親に言われてるみたいドキドキするな。はい、福山潤さんと杉田智和さんは気づかれずに何度もしゃくれます。え